活性メチレン化合物とは有機化合物の中で2個の電子球引き元に挟まれたメチレン元を持つ一連の化合物群を指す用語。そのメチレン元が CH 化合物の中では比較的高い酸性を示すことから簡便にカルバニオンを発生させられる基質として多くの炭素炭素結合生成反応への応用がなされる化合物群である。電子球引き元としては カルボニル元、エステル元、シアノ元、ニトロ元、スルホニルキに、スルフィニル元、ホスホノキに P などが例として挙げられる。アセト酸クサエチルなどのアセト酸エステルから、カルバニオンを発生させ、有機ハロゲン化合物などと反応後に脱炭酸させ、アセトン誘導体を得る手法。マロン酸ジエチルなどのマロン酸エステルを用いて、同様にチカン酸エステルを得る手法。 活性メチレン化合物から発生したカルバニオンがアルデヒドに孵化してアルコールとなった後に脱水して強弱アルケンが生成する反応。活性メチレン化合物から発生したカルバニオンはハサ不側で柔らかい嗅覚子としての性質を持つ。アルファ、ベータ不法和ケトンに対し、1、4孵化を起こす。繊維金属触媒により、 カルバニオンと方向属ハロゲン化け物とクロスカップリングさせる手法が知られる。同触媒を用いる手法はハートレイ反応と呼ばれる。他パラジウム触媒を用いる反応が報告されている。ありがとうございます。